こんにちは。Love with Passion。河本孝之です。ご機嫌いかがですか？あなたの人生を最高傑作に、チャンネルへようこそ。このね、いつも言ってますけど、チャンネルの目的はたった一つ。あなたの人生が、ベター&ベスト、さらに素晴らしいものになって、最高傑作になる。たった一つの目的のためにね、様々なインテリジェンス、私がね、成功の5分野っていつも言ってますけど、そのありとあらゆる健康、人間関係、ここには恋愛、結婚、そして時間、スケジュールですね、タイムスケ、時間は人生で、そして4番目、お金、仕事、そして5番目、好きなこと、ね、ピアノとかバイオリン、野球、テニス、書道、何でもです、好きなこと、この5分野を極めていって、であなたの人生を最高傑作にしていってください。今ね、たまたま恋愛とか結婚とかの分野を進めてますけど、またね、次にちょっと健康の話になって200番台くらいからお金とビジネスの話をね、徹底してやっていきたいと思いますから、楽しみにチャンネル登録をして待っていてください。ということでね、早速ね、今日はモテる男の恋愛学パート2ということですね。効果的な女性の褒め方をね、簡単に解説していきたいと思います。まあね、詳しいことはですね、いつかね、私と個人的にお話をしたり、カウンセリングを受けたりですとか、セミナーに出られたりとか、まあ、直接いろいろ個人的な詳しいことは聞いてください。でも、今日のね、今回のそのモテる男の恋愛学ですとか、結婚したい女性のための、まあ、その戦略ですとかは、一般的な話、一般、もうすべてが相対的で、なかなかね、一般論を話すのは難しいんですけど、一般的な話で、まあ、そこからね、いろんな、ちょっとモデファイといいますか、こう戦略が変わっていくっていうことはご了承してください。ということで、早速始めていきたいと思うんですが、これ、一般的に褒め方があるんです。もう、とにかく、モテる男は、女性を持ち上げますし、褒め上手なんです。これはまず、最初に分かってください。もしあなたが、モテたい、モテる男になりたいと思うのであれば、褒め上手になること。ただね、この、女性の褒め方を分かってない男性が多すぎるんです。ということで、そのね、じゃあ一番、その、やってはいけない、その褒め方はですね、いきますね。典型的な。ねえ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 、君って仕事ができるよね。これが一番タブーなんです。え？って思うかもしれないですけど、モテる男はここを分かってます。つまりね、会社とか、まあ仕事とかね、そこで、君って仕事の能力があるよね。君ってすごく稼いでるよね。君って仕事で成功してるよね。って、これ、タブーなんです。モテたいんであれば、実際彼女がそうであったとしても、この褒め方をしてはいけない。じゃあ、モテる男たちはどういう褒め方をするかというと、いきますね。もうバリエーションがいっぱいあって、すべては説明できないんですけど、モテる男はこうです。そんなに美しい瞳を見たことがないよ。あ、君、歌にもありましたね。きれいな指してたんだね。君の指、きれいだね。うわ、君の肌、すべすべしてて素敵だね。とか、うわ、君ってあなたって本当に年齢よりもすごく若く見えて美しいねとか、君の髪の毛ツヤツヤしてて美しいな、こんな素敵な髪の毛を今までは僕は見たことないよとか、経験したことないよとか、こんな感じなんです。もっとね、ここでは言えない褒め方たくさん、あ、まあ、一つ言えば、例えば、君のおっぱい美しいね、とか、私はね、対応しますけど、今までの人生とかでもね、もう、わかったと思うんですけど、
もうこれ分かったと思うんですけど、パターンがあるんです。それはどういうことかというと、女性が喜ぶ褒められ方というのは、もう自分のそのあり方なんです。自分のどこかなんです。それも細かい一部分、例えば瞳が綺麗とか指先が綺麗とか髪の毛が綺麗とか、細かいディテールを褒められるのが女性は大好きなんです。そして自分のその自尊心というか、それが上がるんです。いつも私がここで解説しているように、ないものじゃなくてあるものにフォーカス当ててください。その相手の女性が素敵なところを褒めるんです。その、あ、こうだったらいいのにね、こんなんじゃ、これは全然褒めてもいないですし、ただその男性の好きな問題解決じゃないですけど、その女性のことを思ってあなたはアドバイスをしたかもしれないですけど、女性はちっとも嬉しくないんです。ちっとも嬉しくない。だから、あ、こう、髪型こうだったらいいよねとか、あ、君こうおしゃれ、服装はこうしたらいいのにとか、もう絶対言わないように。モテたいんであれば絶対言わない。もう一度言います。モテたいんであればです。その女性に逆に嫌われたい、これも手ですか、戦略です。その女性に嫌われたいんであれば、嫌われる褒め方とかアドバイスの仕方をすればいいわけであって、それを使いこなすのはあなた次第っていうことですよね。ですから、モテたいのであれば一部分一部分です。パーツパーツ、細かいディテールを褒めてあげる。例えば私の妻でしたら、すごく綺麗な、あのヘイゼルみたいな、すごい薄い琥珀色の瞳をしてるんですけど、いつも褒めてます。いつも美しい、そんな美しい瞳見たことがない、もう人生で一番美しい、そういう褒め方です。まあ他にもね、たくさん褒めてますよ。でもそういうことで、ディテールを、なんでね、素敵なのか、美しいのか、綺麗なのか、それを伝えてあげてください。で、褒めるんです。あなたのここが素晴らしいんだっていうのを。で、逆にダメなのは行動なんです。例えば、君は掃除がうまいねとか、あの、料理もいまいちです。君は、これはね、もちろん結婚してからとか、その、ねぎらいの言葉ですとか、それはいいんですけど、この行動です。何かする仕事のこととか、段取りが上手だよねとか、これは女性にとってあんまり喜ばしいことっていうか嬉しいことじゃないです、うん、逆に男性は嬉しいですよね。あなたってできる人なのね、あなたって仕事ができるよね、段取りがいいよね、あなたって能力があるね。これ男性の褒め方なんです。男性です。今日は男性の話でしまいですけど、まあでもあえて言うんであれば、最近流行ってる鬼滅の刃の、うん、カンロジでしたっけ、みつりちゃん、あの子のことをマスターした方がいいです。その、あの、女性が男性を褒めるというか、なんか、あの、見れば、私はそんな詳しくはないんだけど、みつりちゃん大ファンで、あの子の何がいいかっていうと、何でも褒める。例えばなんか、あなたってすごい、なんか名前は覚えてないんですけど、なんとかさ、しつこい、素敵、みたいな。しつこいのが素敵とか、あの、顔に傷だらけで素敵とか、あの、何でも褒めてるでしょ、彼女が。その、あの、そういうことなんですよ。男性のその、粘り強くて素敵とか、ガッツがあって素敵とか、あの、みつりちゃんはね、今日はその、モテる男の恋愛学ですから、女性に対してモテる男のその褒め方を解説してますけど、モテる女というか、その女性が男性を褒める、そのやり方はね、あの、みつりちゃんに尽きるんですよね。その、よく、銀座とか中洲の、キャバクラのお姉さんたちが社長さんに対して、うわ、社長さん素敵ってやってるのがこのパターンなんですよ。仕事ができる男素敵、社長さん素敵みたいな、こう、もうこれが基本です。これが、私そんなぶりっ子が嫌だとか、そんなの嫌だって言ってる女性には、
来ないです。チャンスは来ない。もうあれがとにかくモテる女性の男性をね、こう手のひらでこう操ると言いますか、うまいね、調子の乗せ方とですから、ぜひね、みつりちゃんを参考にすると、女性の方はね。ただ今回のこのビデオは男性の褒め方ですから、おさらいしますと、女性のその仕事ですとかやったことですとかね、それに褒めるんじゃなくってね、アドバイスもするんだ、こうした方がいいとじゃなくって、もうありのまま、ありのままです、ありのままのその一部一部ね、女性は細かい変化とかに敏感ですから、それに気づいてあげて、あって、あそこ髪の毛切ったの、あそれ素敵だよとか、あセンスいいねとか、そういう細かい、あそれって君が選んだの、な選んだんじゃない、そのこの色の素敵だねと、このなんか一部一部です。あね、ネイルとかでも、あそのネイル素敵だねみたいな、そのありのままのその存在です。 B ですね、 B、 Do ではなくて B です。これを丁寧に、褒めてあげる、素敵だということですね。これをね徹底してください。女性もね、男性も褒められるのは大好きですから、そして相手をね気持ちよくしてあげて、徹底して褒め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 まくってあげてください。そしてね、あなたがねモテる男として美味しい思いをするこれで人生がベター&ベスト、さらに最高傑作に近づくということですから、ぜひね徹底してアクションを起こしてください。ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。あなたの人生を最高傑作に Love with Passion。 またお会いいたしましょう。